兵庫県神戸市。その神戸の中でも閑静な住宅地の一つ、灘区篠原本町。4月27日、ここにある山口組本家で日本最大の広域暴力団山口組の定例会が開かれようとしていた。この日、全国から集まった組関係者はおよそ80団体、約1000人。山口組の直系組長とその配下の組員たちである。この日の定例会は各方面から注目を集めていた。キャデラックが来ましたね。非常にもうこの80数団体の親分方、まあ、ベンツがお好きなようですね。もうほとんど、560の SEL という車ですね。これが多いですね。この人は警察の人で、全部車のナンバーとかなんかを全部チェックしてますね。午後1時、この日の定例会で4年4ヶ月空席だった5代目が正式決定されることになっていた。今、新しい山口組が動き出そうとしている。山口組の跡目争いを発端とする山口組と一和会の抗争は、昭和60年1月、4代目山口組竹中正久組長が射殺されたことで泥沼へと突入した。この抗争は一般市民の不安をよそに全国的に拡大、文字通り血を血で洗う全面戦争となった。その犠牲者は分かっているだけでも死者25名、負傷者70名以上。そして今年3月30日、山口組本家。東灘警察に3月19日、一和会の解散と自らの引退を届け出た元一和会山本博会長が、この日山口組本家に出向き正式に謝罪したことで抗争に終止符が打たれた。今1時半約30分間でこれで定例会が終わったみたいです。4年間ブランクがあった山口組5代目に渡辺義則若頭が就任するということが決まったと思います。4月27日、山口組の5代目が正式に決まった。渡辺義則組長。本家での定例会の決定事項は、その日のうちに傘下の組に一気に伝えられていく。ここは山口組直系、2代目南波安組。神戸の本家定例会に出席した小林治組長が帰ってきた。大阪府堺市に本部を構えるこの組は構成員およそ500人。山口組直系の中でも武闘派といわれる組の一つである。抗争終結と5代目決定という節目の中で、カメラは山口組直系組織に入った。未だ知られざるその内部、彼らの日常は果たしていかなるものか。ただいまより4月の集会を行います。出席を取ります。小山。はい、田中。はい、佐々木。はい、松井。はい、石田。誰です。今後出たことないけど、山口組5
5代目渡辺の頭です。決定しました。それだけです。ちょっと前の通りで山口組本家の定例会が終わっておよそ2時間後、難波安組の集会が始まった。本家での決定事項を通達した後は1ヶ月の会計報告が読み上げられた。そのため撮影は中断。この後集会は30分で終了した。5月4日ゴールデンウィーク真っ只中のこの日、難波安組は早朝から組員の出入りが激しかった。1階の駐車場には紅白の幕が張られた。午前5時前である。この日は組の幹部が刑務所から出所してくる日であった。組から大阪刑務所までは車で15分。午前5時半、大阪刑務所の正門前には組の関係者およそ20人が集まっていた。この日出所してきたのは若頭、難波安組の実質的なナンバー2である。自らも籠谷組という50人の組員を持つ籠谷武史若頭。大きな組織の幹部クラスの出所は人気のまだ少ない早朝になることが多い。刑務所側の付近の住民への配慮である。中村さん、ダークスーツに白ネクタイ姿の組員が道路に並んで出迎える難波安組総本部。そしてこれから方面祝いといわれる儀式が始まる。5月4日午前6時45分、2代目難波安組総本部には若頭の出所祝いのために続々と人が集まっていた。この世界の慶長ごとは義理掛けと呼ばれる。義理を書いては生きてはいけない、そこから来たという。この日はおよそ100の組が駆けつけてきた。隆史君の方面に際し、南野様には早朝より遠慮のところ多数ご列席くだされ、また多分なるご祝儀をいただき、南波安の兄弟組員に成り代わり厚くお礼を申し上げます。僭越ではございますが、乾杯の音頭を取らせていただきます。2代目南波安組若山頭
川谷武君の主張を祝い、乾杯。はい。式は挨拶と乾杯。その間約10分。この短くも盛大な集まりが終わったのは午前7時だった。この日の定例会は各方面から注目を集めていた。キャデラックが来ましたね。非常にもうこの八十数団体の親分方、まあ、ベンツがお好きなようですね。もうほとんど、560の S 正式決定されることになっていた。今新しい山口組が動き出そうとしている。次 L という車ですね。これが多いですね。この人は警察の人で、全部車のナンバーとかなんかを全部チェックしてますね。午後1時、この日の定例会で4年4ヶ月空席だった5代目が、ここにある山口組本家で日本最大の広域暴力団山口組の定例会が開かれようとしていた。この日全国から集まった組関係者はおよそ80団体約1000人。山口組の直系組長とその配下の組員たちで、兵庫県神戸市、その神戸の中でも閑静な住宅地の一つ、灘区篠原本町。4月27日